よく来てくれたね。待ってたよ。ああ、いや失礼。君は私、さあ、行こうではないか諸君。こうしている間も。ああ、すみません。ろくな説明もなして。まあ、はい。いつも通り、龍族についての調査。先生は別のことも考えてるみたいで、正直前みたいな暴走が怖いです。いざとなったら引っ張ってでも連れて帰りましょう。それじゃあ今日は、あ、いいえ、君に一つ進言なんだが、私の指示に従ってデータ、というには曖昧だが、少しばかり気になっててね。なるだけ、まあ戦場において状況は常に変わる。最終的な判断、
ダーカーを倒していたら随分時間。しかしあれだけの数を平然としのぐ君も大したものだよ。休憩がてら竜族の話でもしようか。昨今敵アークスと竜族はかねてより交流を持っていたのだよ。言語の翻訳も終わっているし、話の通じるものだってそれなりにいるはずなんだがね。おや、おあつらい向きに竜族ではないか。君のような実力者が相対すると不意に襲いかかってくるかもしれない。ま、やあ竜族の君、私の名はアキという。なんだ、頭に直接聞こえてくるような。先生、そんなこと考えてる場合じゃないです。どう見ても友好的じゃありません。分かっているよ、再現。
それは竜族の死体だったものかな。気持ち悪い。先生、よくそれを触れ。助手を名乗るのなら分かりたまえ。私は生きるものの研究。終わったものに興味はない。これはただのものだ。どれ、内臓は。うわっ、うわっ。ライト君、うるさいよ。興味あるのかないのか。やはり予想通りか。すまないね、一人で納得していた。簡易的にだが、内部組織を調べた。間違いなくダーカーの死。ほとんどない力で倒しても残りかすが。いや、まあいいか。簡単に言えば、塵も積もれば山になってしまうということ。幸か不幸か、組織片は回収できた。これで研究は進むと思う。だが根本的なところは、竜族と話ができなければ解決。竜族に伝わる神話の地獄竜だね。
なるほどなるほど、殺すってことか。サカシーアクセス、何を考えている。任せろと言っているんだよ。生きているものを見捨てるなんてもったいないこと、私にできるものか。いいかい、あの竜族ならフォトンの力で撃退すれば間に合うかもしれない、救えるかもしれないんだ。確証ではないが、やってみるだけの価値はある。頑強なことを誇りたまえ、対処が早かったのも良かったと見える。サカシーアクセス、何をした。簡単な話だよ竜族、内部にいたダーカーの組織をフォトンが滅したのさ。もっとも大半は私ではなくこの人のおかげだけどね。怪我はいかんともしがたいが、それはまあ竜族は治癒も早い、時間が勝手に癒すだろう。アークスの力か。おっと、竜族の君、安心するのは早い。これはただの始まりだぞ。これからも同じようになる竜族はどんどん増えていくだろう。我は何を求める。話をさせてほしい。竜族とアークスとの間に必要なのは対話だ。我が火の霊、名を聞こう、アークス。私の名はアキ、助手のライトニー。アークスの子、無礼を浴びる、そして感謝。ロガサは救いし力、その恩を忘れはしない。